新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくおね今年もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで2019年の一発目の動画はですね、こちらのヴィレッジヴァンガードの福袋、これを開けていきたいなと思いますね。でかい。去年もヴィレッジヴァンガードやったんだけど、去年はね1月2日に購入したので5000円と3000円しか残ってませんでした。で今日はですね、私元旦に早速車で行ってこの1万円のもの買ってきました。あったわけだね、で、こちらの5000円のものはですね、なんとヴィレッジヴァンガードさんより、昨年いただいててものです、しかも今年のね、そう今年のやつ。まずはこっちから開けようか。そうだねお宝探し福袋2019、そうですね、実際に店頭に並んでいた珍品名品の数々じゃあ早速いきましょうか。せーの、ドーン。おおおお、なんか良さそう。はい、じゃあ最初はこれでいこうか。はいなんだでかい。めでたい焼き器。たい焼き作れるの？たい焼き作れる。たい焼き作れるの？そう、あ、作れるやつだ。すげえすげえすげえ、いきなりすげえのが入ってた。約3分で焼き上がるだって。続いていきましょう。ドーン。何これ？猫クッション。猫クッション。あれ、今年いいかも。やったー、よかった。続いてはこちら。あ、千葉にあんの？なんだこれ。あ、千葉にあんの、なんか着るやつだ。次は今回いいのか、ムーミン。コップにかかるやつ。ああ、まあプチコみたいなやつね。お、あ、これでおしまい。魔女のバッグチャームだって。魔女の宅急便。まだあった、まだあった。肉ポーチここに。あとはチラシとかですね、ああ、割と少なめ、少数制だねこれ。はい、まずはこちらのたい焼き器だね、ガチのたい焼き器ですね。すごいね、めでたい。すごい、ちゃんとたい焼きが作れるみたい。焼き上がりまで約3分。ホトケーキミックスでできるみたい。あー、いいね、いいじゃん、よかったね。すげー、いいの来た。続いてこちら猫クッションですね。ちょっと開けちゃうよ。アルフレッドフェイスクッションだって。ああ、普通にクッションだね。これいいね、いいじゃん、いいね。これは布団に置きましょう、続いてがこのジバニャンっぽいやつ。これはジバニャンだろうね。あ、ジバニャンだ。はいはいはい、なるほど。ちょっと着てみようか。こう上からこうガバッとかぶせて、じゃーん。あ、できたできた、いいじゃん、すごいこと尽きるんだろうね。それこそプール上がりだな。これだとこのまま頭乾かせる。あ、すげえ、いいじゃん、まあいい。はい、続いてこちらね、ムーミンマスコットだって。これフチコみたいな、フチコみたいなやつかな。こちら出ましたね、座るムーミンっていうね。ここにこうコップを引っ掛けて、コップの縁にこんな感じで引っ掛かる感じだね。手が動かせるんで、まあ、いろんな方向に海引っ掛けられるみたいな。いいかも割と。続いて魔女の宅急便のビーズバッグチャームって、ああ、これは女の子向けのやつかもね。そうだね、バッグのところにこういうふうに掛けるやつみたいな。これじゃあ未開封にしておきましょう。これが特製カルビミニポーチですね。スーパーに売ってる肉っぽいパッケージに入ってるね。使用期限飽きるまでいいね、これもね、ポーチか。こういうのね、ミニポーチって案外使えるのよ。SD カードとか入れられるから。あ、割とカルビ、割と空間あるよ。でもこれは焼けませんからねこれ割といいかもはい、これらが5000円の福袋でしたね、結構良かったね、はい、そうだね。じゃあ続いてこちら、でかいよ。1万円の方を開けていきましょうね、もうパパの顔が映ってないけどね、開けていきましょう。ああ、痛い痛い痛い。じゃあ1万円なんでね、結構期待しちゃうけどね、開けていきましょうか。さあ、うわっ、何大きい。なんだこれは。なんだろう。開封してからのお楽しみってやつ。あ、そう、あと何する。よし、じゃあ次はこれじゃん。 CD ケースかな。すっごい大きいのばっか入ってんだけど。はい、これ。次はこれ、変なモンスター。はい、続いてこちら、またフチコっぽいのかな、弱虫ペダル。はい、続いてこれとこれ。なにこれ健康器具みたいに出てきて、最後が一番でかい。ボディーローラーと、なにこれ、変なの。はい、最後これ。また開けてからのお楽しみ。じゃあまず最初はこれかなだね、ここから。行きましょうか。よいしょ。何これ？中。あ、椅子だって。椅子、うわー。開けたら大変だな。あ、これ。おお。こういうね、キャンプ用の椅子になるみたい。キャンプ用の椅子でもちょっとね、リラックスできるタイプだね。はい、続いてこちらね、ボディローラーだって。まあこれは女性がよく使うやつだよね。このコロコロするやつね。こんな感じ。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、でもボディだから顔じゃないのかな。コロコロさせてリラックス、バスタイムやリラックスタイムって書いてある。はい、続いてこちらね、ペンポーチだってさ、ちょっとモンスターっぽくなってるんで、これこう開けて中にペンが、あ、違う、これはここだ。こっち側にもう一個手があって、あ、ここにいろいろ入れられるみたい。なんかスマホも入れられるみたいよ。あ、だからこんな感じで気持ちいい感じ。なんかふわふわしてるよね。じゃあパパの iPhone 入った。え、これで使えるの？あ、使える？あ、使える。使いにくいけどね。うん。この状態で基本的にはペンポーチってことだね。これ可愛いよ、手になってるの、こうチャックのところが。はい、続いてこちら何だろうね。これはまたペンケース、黒い物体だけどね、なんだろうね。石ころポーチ。なんで石ころポーチ書いてある石ころね、石ころみたいなポーチね。なんで石ころ。パパは旅行に持っていくときこれでいろいろ入れていくよ。だね。ケーブル類とか、割とこういうのなかったから、パパ的には良かったよ。はい、続いてこれね、もうなんかケースがボロボロだったけどね。CD ケース。そうだね、こうやって、あれ、中にこう、CD こうやってね入れられるやつね。100均とかでよくあるんだけど、見かけるやつだね。でもこれが周りがアルミになってて、まあ傷つきにくいってやつだろうね。あんま最近 CD をねこう買うこともないし、大体でも最近はダウンロード版とかね、ストリーミングで聴けちゃうからね、あれだけど、なんか持ってる分はかっこいいね。そうそう、昔のだから CD をこの中に入れちゃうみたいな。はい、続いてこちらが弱虫ペダルってやつかな。またフチコ系だね。フチコ系か。男の人がなんかドリンク飲んでますね。ここにこう引っかかるんだろうな、こんな感じでね。だね。はい、じゃあ最後このでっかいやつね。でっかいやつ開けてみましょうか。オープン。おお、ちょっ、え、これは植物ですか？さあ。上、はい、やばい。またでかくてサボテンですね。しかもこれ何、下の部分も全部こう固めてあるし、偽物だね。そうだね、もう偽物。このトゲとかも毛だね、柔らかいもん。あら、うん、偽物のサボテン。まあ観賞用ってことだな。そうだね。どこに置こうね。パパの部屋ね、緑のもんないから、パパの部屋に置いとこうか。ここに置いとこうかね。どこに置こうかね。いいじゃん、ここはずっと撮影中、ここに置いとけばいいじゃないの。まあ刺さんないからいいね。これはいらないよこれ。はい、そんなわけでですね、今回はヴィレッジヴァンガードの福袋、1万円分と5000円分開けてみましたけれども、はい、大変なことになりましたね。相変わらずのこのねラインナップでね、面白いね、笑えるよ。そしてもうよ、サボテンが出るなんて思ってもいなかった。去年は鹿で、今年はサボテンっていうね、置き場所に困るようなものが出てきましたけどね。あ、でもね、この中でも実は的にこのたい焼き、あとはこの椅子とかね、あとクッションね、ポーチもなかなか良かったよ。これもあった、このポーチね。この辺のポーチ類、パパは結構使えると思いますので、使っていきたいなと思いますね。はい。ヴィレッジヴァンガード、まだ多分ね、1万円なくなってるかもしれないけど、5000円はあるかもしれないので、気になった方はぜひゲットしてみてください。はい。ということで、2019年の一発目の動画はですね、この開封動画でございました。はい。ということで、今日の動画が面白かったなとか、気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。ださい。チャンネル登録、コメント、長当たりからよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。